こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日も無課金サバカ柴犬丸、構成柴犬丸やっていきたいと思います。いや、まあそんなどやるような証拠でもないんですけどね。いやーね、ちょっと昨日ごめんなさいね、動画出せなくて。はい、それではやっていきたいと思います。先にね、ユーザー情報、まあ今日はね、タイトルとサムネ見てもらったら分かるようにこれ言ってみたいんですけど、ガチャをね、引いていきたいと思います。購入でき、無料配布分105個ですね。どのガチャをね、引くかめちゃくちゃ悩みました。レアガチャ、魔法石10個ガチャ、魔法石7個、石の数やんけ言ってんの。原菓子フェスト、スーパーゴッドフェスト、大の大冒険ガチャと、動画視聴ガチャはもう引いた。はい、もうめちゃくちゃ悩みました。悩んだ結果、友情ガチャを引いていきたいと思います。って言うとはね、ごめんなさい、感じだった。嘘で、はい、もうね、はい、僕の心は決まってました。イライザ狙いで引いて、原画師ガチャを引いていきたいと思います。イライザはね、まあ、石5個の中でもね、いっぱいなんですよ。回収もね、持ってないわけですよ。アトリも持ってないわけですよ。回収ごめんなさい。持ってた。もう存在感忘れてた。じゃ存在忘れてた。で、デジタル原画紙プリムも持ってないわけですよ。で、しかも、昨日、村子さんのツイッターの発表があったんですけど、バレンタインのクタリアがあるということですね。本家のクタリアをね、このアカウント持ってないというね、パズドラ界採用したのにね。はい、それはね、もう許されないだろうということでね、はい。こちらをね、入れていきたいと思います。クレシャね、クレシャもね、欲しいんですよね、ついでに。はい。それでは、無料配布の先見せたよね。はい。それでは、ね、対戦、原画師フェス、対戦、よろしくお願いします。ちょっとね、無課金で5連続というのは、いけないので、1ヶ月ね、回していきたいと思います。はい。いや、もう、ほんまにね、持ってるんよね、もう。ちょっとね、ノクタリアね、やばないっすか、イラスト。僕はね、結構性能よりね、イラスト重視派なんで、ですね、はい。持ってね、はい。だからね、どうしてもね、クレシャーがね、クレシャーやったっけ？あれ？これがクレシャーちゃう？ですよね、オッケー。いやー、いいですね、いいですね。これはね、絶対いるでしょ、このね。ごめんなさい、変身後がね、まあ、5色強化でね。はい。スキルターンが3ターン、エイストやからね。はい。ノクタリアをね、まあ、ほんともめちゃめちゃ、実は好きやったんですよ。で、ちょっと、全然喋らせてくれへんやな。ちょっともう、眼帯つけてる場合ちゃうてん、ほんま。眼帯つけてる場合ちゃうてん、伊達政宗さん。ははははは。いや、もう、こういうね、確率の壁をすり抜けてくるのはね、本当にやめてほしい。おいしょー！いや、そう、言ったばっかりやん、確率の壁すり抜けてくんなって。くんなって、まあまあ、ありがたいんですけどね、フェスゲームは何ぼあってもいいですからね、ほんま。はい。いやー、固まらんね。ハウスのおじき、おじきちゃうわ、師匠か。はい、ごめんなさいね。もうさっきからもう適当なことばっかり言ってて。はい。これはね、強いね。はい。ハンス持ってなかったよね。おい。ごめんなさい。こんなサクサク引いて、もうこんな石引いてる、減ってると思ってなかった。一応ね、50個はね、確実に使おうとは思ってたんですけど、もうね、なんとね、65個になっておったということでね、石5個といえど舐めてましたね、はい。
クリシューなークリシューなー作ってへんけどねー。またまた超転生してから作ろうか。はい、いやちょっとバレンタインのクタリアもね弾きたいんで、本当にね1% ってね確率あるんですよ。だからね、イレイザー欲しい。イライザーやったっけ？ありがとうございます。グラフィティ原画締めて。よし。いや、もうこれあかんな。バレンタインに残せんパターンやな。あ、もう金玉の。あ、ごめんなさい。持ってないんちゃう？これもしかして。あ、いや、ごめんなさい。もう早速持ってるって出ちゃったね。いやー、これください。パンホーさん、ね、販売じゃなくて、クリアしたらね、ちょっともう、もう一個ぐらいいただけないですかね。はい。いやー、目標のね、目標っていうか、残す目標の50個は引いたんですけど、まぁ、ちょっとね、もうちょっと引こうか。まあ、バレンタインはね、言ってもね、石5個。まぁ、所詮雑魚みたいな感じですね。はい。いや、ほんまね、寝起きでね、すぐ撮ってるんでね。くそ、もう。金卵しか出えへんやんけ。いやー、ちょっとね、本当に、これはね、これは出るね。うん。出てよ！手裏剣持ってる場合ちゃうて、ほんまもう、あと7回、よいしょ！イライザは欲しいよね、よいしょ！いやー、おっ！この人ね、この人欲しかったんですよ。そういえば、存在忘れてたんですけど、これからね、ね、非属性縛りをね、脱却した身としてはね、もうただの無課金アカウントとしてはね、めちゃくちゃ欲しいんですよね、はい。ちょっと待って、ごめんなさい。僕、狙いのキャラの名前忘れた。イライザでしたね。イレイザって言ってたかな。はい。はいはいはい。レイヤーガチャ。あと6回回せますね。はい。6回ということは30個。という。本当にね、金卵のね、ポンって音、めっちゃ鳴えるんですよ。これイヤホンしてるからね、多分ね、皆さんが弾くときよりね、めちゃくちゃ、こういうの音よ。この音が、俺を、何度でも蘇らせる。でも、挑戦じゃねえ、ちょっとあかんわ。いや、ほんまにね、ちょっと。お！ドリカウン。ドリカウンね。もうちょっとね、元フェス限なんでね、どうにかね、しようね。いや、もう言うてる間にあと15回もう全部使うか。イライザさん。してんのやろ、ゲンガシ。いやー、固まらんねー。さあ、あと2回となりました。はい、よいしょ。頼むで。水バルね。なんかその、バルキリーシエルじゃなくてね、こういう本来あるね、バルキリーもね、強化してほしいところでございますね。はい。では本日、ラストとなってしまいました。はい。石がね、ベラベラ喋っとったらね、知らん間に5個になってたわけですよ。いやー、これはちょっと、ちょっとダメですね、ほんと。ということで、最後の一回、はい。誠心誠意込めて、よろしくお願いします。はいよ！第、よっしゃーい！ちょっと待ってよー。スクルドはねー、いや、もっと、持っていいんぎろさ、ちょっと待ってよ。いや、ちょっとさ、スクルドとかさ、もう、
オーディンとかさ、もう 0.75 なわけですよ。先ほど伊達政宗に関しては 0.24 なわけですよ。いや、もう確率は守りましょう。ということで、はい、本日は芝居丸以上でございます。はい。ちょっと待って、結果見せましょうか。はい、上からエスカマリじゃなくて、このエリオからですね、エリオ、インドラ、クレシャ、ガンタイ、オーディン、ハンス、スタートは、おのおの、見ていただければ、幸いでございます。めんどくさくなっちゃった。はい。いやー、靴を100個なぁ。ぶち込むとは思わんかったな、ほんま。100個ぶち込んじゃうとは思わんかったなぁ。まあ、いいでしょ。西なんてね、回収すればいいんですよ。はい。それでは。今回は本当に以上となります。はい。最後に、銀河シガチャさん、対戦ありがとうございました。それでは、この動画がもしよかったよという方は、評価とね、チャンネル登録していただければ幸いでございます。はい。よければ、あと、概要欄に、Twitter とかインスタのリンク貼ってありますんで、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。それでは、バイバイ。